台風が発生すると、日本の気象庁をはじめ天気コーナーなどでは今後の台風の進路予報を予報円という形式でお伝えしています。この方式は1982年から使われており、ある決まった予想時刻に台風の中心が進む可能性が高いエリアを円で示したもので、この円の中に中心が来る確率は 70% 以上となっています。台風の行く場所を予報した情報であり、台風の大きさや勢力の強さを示す情報ではないことに注意が必要です。先の時間の予想ほど中心位置の予測の誤差が大きくなるため予報円が大きくなりますが、台風が大きくなったり勢力が強まるという意味ではありません。台風の進路予測は普段の天気予報と同じくスーパーコンピュータでの計算がベースとなっていますが、台風の進路予測は計算方法により予測結果が大きくばらつきやすくなります。台風の予報円には中心を結ぶ線が書き加えられていますが、必ずしも台風が予報円の中心を結ぶ線の上を通るとも限らず、東西の方向に誤差が大きいものや、進路はほぼ同じながら速度に誤差があったり、上空の風に乗るか乗らないかの分かれ目の時は二方向にばらついたりなど、ばらつき方に様々なパターンがあり、これは台風一つ一つの置かれた状況や発達具合などによって違います。近年観測技術の向上などにより進路予測の誤差は次第に小さくなりつつあるものの、2020年は3日先の予報で170キロくらい、5日先で260キロくらい誤差が発生しているという気象庁の統計もあります。台風はいざ来るとなると大きな災害をもたらす恐れがあるだけに、一か八かではなく予報の幅を考えて段階的に備えることが大切です。予報円方式は幅を持った予報の表現方法ではあるものの、誤差の可能性など含めた多くの情報を効率的に伝えるために、いろいろ知恵が絞られた手段というところを踏まえて、台風への備えは幅を持って進めることが大事になります。